2P 側チャンピオンラウ、料理してくれるわ。 1P 側チャレンジャージェフリー、この試合どう見ますか？ 2P 側のプレイヤーですが、かなりの試合数をこなしてますから癖のある戦い方なのかもしれません。そうですか。投げていく、起き上がりに重ねていく、引き離していく、ミドルキック、ここで KO。 ここまでどうです？ 1P 側のプレイヤーですが、投げがよく決まっていい攻めができてましたね。そうですか。これで安心しないでミスのないようにいきたいですね。そうですね。そこレッパ、うまい、決まった、ナイス、食べているぞ、きっちり当てていく、膝、これを抜けた。ジェフリー残り体力わずか、ここで KO。 セットカウントは1対1、ラウ1本取って追いついた。さあこの後が問題ですよ。第3ラウンドが始まりました。ハンマー、これは届いていない。ジェフリーピンチ、さばきだ、決まった。セットカウントは1対2、ラウ安心しているんじゃないでしょうか。うん、一気に勝負を決めたいでしょうね。第4ラウンドスタート、受け身を取った。ジェフリー体力が減っていない、残り体力が決まった。セットカウントは2対2、ジェフリー一気に余裕ができたか。さあ次が最終ラウンドですよ。第5ラウンドスタート、避けて誤送症、 D を挟んで大ダメージを与えた。うわー、ファウル、逃げられない、カウンター、決まった。劇的なシーンで幕を閉じてしまいましたが、どちらのプレイヤーにも拍手を送りたい。ジェフリー勝利しました。